の足腰を溶かした後上半身を決めに登りに行く時でも、まあ、多分多くの人とか慣れてない人はこうまずこう相手と体の自分を直行させてこう上を横にの上に登ろうとする。でもこれはあんまり良くないわけね。なんでかっていうとこっちに行く力、真横に行く力って人間あんまりないからね。それと横を向くとこの足入るの、入ったかもしれないですけど、だからじゃあどうしたらいいかって言ったら、むしろこう相手と一直線、足をどかした後も戻って一直線で、人間のさっきもちょっと喋ったけど、人間の一番強い力は頭こうジャンプする力、ここにいれば両足伸ばす力が これを止めるのは非常に難しい、うん、頭中に入れてでこうずっと登っていけば、内側からいけばもうこれで止めづらいもんね。しかも足入らないもんね、こう一腰近づけて。だから脇差しでも、脇差しでもまあいろんなやり方あるけど、こう相手の頭こぶく方法は力が入れやすいのと、あとこの頭の長さ、肩で頭の長さも有利になる。なぜなら肩で相手の顎をこづこうとしたらここまで上がらないといけないじゃん。でも頭だと押してていい、なんかまだ押してんのにこう上半身が決められた。こっからまた確実に頭は、おでこを床につけていけばいいんで、その前、なんだろう、初めから肩つこうとしたら、ここでさ、大家さんまだ余裕があるじゃん。だけど、おでこつけ、脳天で顎こづきに行けば、もうここで半分殺せるわけよね。だから、こう、だから、その方がいいよ。とか、こういうのとかでもさ、相手の首は取ったけどって、これ結構まだ、足ほどいたりして、でもこれだったらさ、まだ足ほど入れれるじゃん。だけど、この時に、手がこうされてみないの。もう無理だよね、まず。だから、まあ、あんまりやると相手に悪いんだけど、まあ、同じぐらい強くて、ある程度紫ぐらい以上だったら、そこ狙って、相手の顎狙って、自分の脳天をこうつけに行くっていうのは、自分のパスワードを、ごめんね、これは4割ぐらいかな、4割成功、ここまでいくと8割成功みたいで、そして最後こう仕上げみたいな形になるんで、その4割5割いったところから7割8割固めるために、まあ、こう胸と胸合わせにいくだけよりは、相手の顎を狙いにいった方がやっぱ抑え込みやすい時はあるね。いつもかつも使うわけじゃないけど、それでいい。この辺でまとめたけど、まだ上半身が胸と胸合わせて、この登っていく力としては、登っていくためにもヒール動作としては、それが今のところ大和さんの考える一番というか、まあすごくいいよ、すごくいい、はい、よろしいですか。